日本統治時代の朝鮮は1910年8月29日の日本による韓国併合から1945年9月9日の朝鮮総督府による大連合国降伏まで35年の間日本の領有下に置かれた朝鮮を指す。日本ではこの時期を日本統治時代と呼んでいる。一方、大韓民国においては日程時代、日程統治時代、 日本統治時代、非政時代など様々な故障があった。しかし、2003年以降から、日程共戦期と教科書では統一された。朝鮮日報は、北朝鮮が韓国を指して用いる、米帝共戦期から派生したものと指摘している。日韓併合条約調印に際する1910年8月22日付の、順州から理解用への全権委任状。 朝鮮総督府1910年、大日本帝国は、大韓帝国との間に結ばれた、韓国併合に関する条約の締結によって、大韓帝国を併合し、朝鮮総督府の統治下に置いた。日本の同盟国のイギリスやアメリカ、フランスやドイツ、中華民国などの世界の主要国はこれを認めた。日本による統治期間は、1 9十九年の3.1独立。 運動までの武断統治期、それ以降日中戦争に至るまでの文化統治期、及び日中戦争、太平洋戦争から終戦に至るまでの戦時大盛期に大きく分けられる。併合当初の10年間は所得税の免税措置を行い、さらに日本統治前は進んでいなかったインフラストラクチャーの整備や近代教育制度や近代工業の導入など、 統治下に置いた朝鮮半島の開発に力を入れ、開発工事や運営の主な労働力を朝鮮人に求めることで雇用を創出した。これにより朝鮮人の海外への流出を抑制し、日本本土への流入も抑え本土の失業率上昇や治安悪化をも防止しようとした。また、憲兵警察制度を創設し、内地と同様の言論。 結社の自由の厳しい制限などに代表される武断統治を行い、朝鮮王朝末期から続いていた混乱を収束させ、抗日運動を抑え込んだ。1919年には3.1独立運動が起こったが、日本の憲兵警察により鎮圧された。1920年の二港事件では、朝鮮人、パルチザン400から1000人ほどが加わった赤軍は、 ニコライフスクの住民を虐殺し、わずかな日本軍守備隊を襲撃し全滅させ、日本人居留民を皆殺しにしている。3.1独立運動以後、日中戦争に至るまでの期間は3.1運動や、対象デモクラシーの影響などにより、朝鮮総督府は、従来の統治政策を修正し、内地と同様に言論や結社の自由が与えられたため、比較的自由な雰囲気の中で、 朝鮮人による様々な民族運動が繰り広げられた。朝鮮は日本統治以前は厳しい身分制度に支えられた先制政治が行われており、李氏朝鮮時代は独立協会などの団体が民主主義運動を行っていた。中山茂明によれば1933年に日本政府によって民主的選挙が導入されると同議会議員の8割以上が 朝鮮人となり、日本統治時代を通じて、未知知事の半数程度が朝鮮人だった。朝鮮文学の発展が見られ、大都市を中心に大衆文化の発展も見られた。満州国と接する北部国境地帯では、共産主義国家であるソビエト連邦の支援を受けた朝鮮独立を掲げる、共産ゲリラと朝鮮総督府との散発的な戦闘も発生している。 大型ダムの建設によって電力を供給した1929年にカーネギー財団から朝鮮半島に派遣されたアメリカ人記者らは日本は併合以来19年間にして数百年間低頓状態にあった朝鮮と近代文明国との間に渡り橋をかけてやった。また朝鮮人の苦しみもあるかもしれぬが日本は莫大な利益をもたらしていることは明らかであるなどと 李氏朝鮮時代よりも日本統治によって朝鮮人民は救われているとの評価をしている。1931年7月2日に中華民国吉林省長春市郊外で朝鮮移住民と中国農民の衝突事件が起こり、その報復として朝鮮人による過境虐殺事件が朝鮮及び日本本土で起き、日中間の外交問題となった。 1931年9月に満州事変が勃発すると満州にいた多数の朝鮮人賞作人は新日へと転化した。朝鮮半島でも内戦一帯が主張され公民化推進団体が結成された。3.1独立運動の首謀者の一人であるサイリンも太平洋戦争開戦の時には新日化となっており、太平洋戦争を聖戦と称え、 日本の支援を積極的に行った。また、元気さ師匠は朝鮮語を禁じるべきだと主張し、李登トは朝鮮人にも日本人と同様に兵役の義務を与えるべきだと主張し、朝鮮人軍では国威専用分超級祈願祭が挙行されるようになった。李サ師匠は私どもは大日本帝国の親民であります。私どもは互いに心を合わせて、 天皇陛下に忠誠を尽くします。私どもは人気鍛錬して立派な強い国民となりますと書かれた広告新民の聖誌を書いた。1936年に朝鮮に行った神戸正雄は事変前には日本反抗の気分もあったが、第一に満州事変、次に品事変によりて日本と合体することの朝鮮人にとりて有利ということが明らかになって、 今では全く日本内地と強調しつつあると述べている。またこの頃多くの朝鮮人が自らの意思でより良い職を求め内地へと向かい、その多くが在日韓国、朝鮮人として日本に定住している。韓国併合後、朝鮮語は公教育で必須科目として教授されていた。第二次世界大戦中は戦時下における国策として公民化教育や 創始解明などが推進された。戦争激化に伴い物資、情報統制が強まったため、多くの観光物が廃管され、1940年には、朝鮮五媒体の朝鮮日報、東亜日報も廃棄させられたが、毎日新報と官報は存続した。日本政府は、李氏朝鮮時代から、朝鮮人にも日本陸軍の幹部を要請する。 陸軍幼年学校や陸軍士官学校への入学を許可したので、利用銀や講師翼など、日本陸軍の召喚に栄達した者も,も多かった。初代の金日成は、陸軍中央幼年学校本科第8期、陸軍士官学校第23期を卒業して、その後に独立運動に身を投じている。1937年に日中戦争が勃発すると、朝鮮人から、 志願兵の申し出が行われるようになり、朝鮮人の牧春金衆議院議員から朝鮮人志願兵制度の請願が出され、1938年からは朝鮮人にも兵卒の志願を許可する陸軍特別志願兵令が交付され、軍人、軍属として戦地に赴いた者も,も存在した。当時は陸軍を中心に日本内地人の徴兵的霊者は枯渇しつつあり、 朝鮮人をはじめとする外地人も兵力の急減とせざるを得ないとする意見が広まっており、朝鮮における徴兵制をその帰決とする意見もある1944年9月からは朝鮮人にも徴兵が適用されたが、入英は1945年1月から7月の間に限られた上に朝鮮半島か日本内地における訓練中に終戦を迎え戦場に派遣されなかった。 労働力としての徴用については、適用が控えられていた朝鮮においても1944年9月から1945年8月にかけて国民徴用令が実施された。日本本土への朝鮮人徴用労務者の派遣は1945年3月の下関不山間の連絡船の運航が止まるまでの7ヶ月間であった。1959年の外務省の調べによると、 戦後日本に残留した在日朝鮮人のうち、朝陽で日本に来た者は245人であった。内地に渡航してきた朝鮮人の大半は大東亜戦争以前によりより良い職を求めての個別渡航や航行業、土木事業等の募集に応じてきたものであった。その一方で、2009年1月30日に韓国国務総理室の日程共戦化、 強制動員被害真相究明委員会は、およそ12万人の朝鮮人が徴用されたと発表し、それを強制動員の被害者としている。日本軍の将兵を相手に慰安婦として働く朝鮮婦人も存在した。韓国では慰安婦について政府とマスコミは日本軍が本人の意思を無視して強制徴用などにより言った人権侵害であるという見解を取り、 従軍慰安婦問題として日本に保障を求める動きがある。これに先立ち日本政府が調査を行った結果、植民地だった韓国や台湾から日本軍が女性を強制連行した証拠は見つからなかった。さらに韓国の清掃大学とアメリカのサンフランシスコ州立大学の教授による共同調査でも女性たちが家族を養うためや横暴な親から逃げるため、 あるいはブローカーに騙されたためなど、様々な理由から慰安所で働いたとしている。また一部の韓国の学識者と日本の歴史学者は、慰安婦について自主的に応募してきた売春婦であるという見解を取り、韓国では慰安婦を勤労奉仕の女子低身体と混同していると指摘している。南朝鮮に駐留していた日本軍が降伏し、南朝鮮を占領下に置いた。 連合国軍の一国のアメリカの正常期が形容される1945年8月15日の連合国軍の勝利と日本軍の降伏により日本の朝鮮半島統治は終焉を迎えた。日本のポツダム宣言受諾により朝鮮半島の統治権は連合国側に移った。1945年9月2日、アメリカ戦艦ミズーリの甲板上で日本政府が公式に イギリスやアメリカ、中華民国やソ連をはじめとする連合国との間で幸福文書に調印した。1945年9月9日、幸福文書調印に伴い、朝鮮総督府は解体され、京城の朝鮮総督府庁舎には日照旗に代わり、朝鮮半島の南半分を占領下に置いたアメリカの正常旗が掲揚された。まもなく、アメリカ軍は、 幸福条件には定められていなかったが、日本政府及び日本人の資産を没収した。終戦後、日本人引き上げ者たちは検問で、ソ連兵や朝鮮人への女性や、金品の教室を強要され、日本上陸後に15歳以上の女性は、妊娠、性病検査や、打体手術を受けた。終戦直後、朝鮮総督、安倍信之と朝鮮軍司令官、 光月義雄により朝鮮人への権限以上が行われ、朝鮮人民共和国が建国が宣言されたが、アメリカはこれを認めず、新中の翌日9月9日に軍政を布告。ソ連と共に朝鮮半島を北緯38度線を境に南をアメリカが、北をソ連が占領した。その後、連合軍軍世期を経て北緯38度線より南側が、 大韓民国、北側が朝鮮民主主義人民共和国としてそれぞれ独立を宣言する。アメリカが韓国をソ連が北朝鮮を支援し、1950年に朝鮮戦争が勃発した。韓国政府は1951年にアメリカのカリフォルニア州サンフランシスコで行われた連合国と日本国との平和条約の締結の際に自国を 第二次世界大戦における戦勝国として参加させるように求めた。同年にアメリカのジョン・フォスター・ダレス国務長官補は、韓国は日本と交戦状態にあったわけではなく、また連合国共同宣言に署名しておらず、講和条約の署名国とはなれないことを正式に通知し、他の条約締結国もこれに異議を申し立てなかった。産業資源の多くが北部に集中していたため、 北朝鮮は朝鮮戦争からしばらくの期間、工業生産力、軍事力などの点で韓国を圧倒していたが、韓国は観光の奇跡と呼ばれる経済発展を達成した。その理由として、輸出を重視した工業政策、ベトナム戦争への派兵に伴う特殊、戦後賠償を含むアメリカや日本の経済、技術援助などが挙げられている。 しかしながら、韓国人の中には、自力で、経済発展したと考えている国民も多い。マサコ女王と、李オ銀夫妻両家は、王皇族として、日本の皇族に準じた家族より、上位の身分とされ、貴族院に議席を持つとともに、帝国陸軍軍人として報酬した。李オ家の李オ銀には、皇族なし元の宮家から、マサコ女王が嫁入りしている。 東京府赤坂には利家の邸宅が設けられた。李は日本陸軍中佐として太平洋戦争で戦死している。一方、朝鮮人の過激派からは、順州が李解を得、全権委任状を出すなどした経緯から、日韓併合の主犯ともみなされ、暗殺の対象とされた。李王制止暗殺未遂事件などが起きている。日本の敗戦後には日本を占領下に置いた。 連合国によって家族が廃止されたために借与を失った。連合国の承認を得て建国された大韓民国の李正万大統領は、軍事政権による独裁の障害になることを懸念して、長年にわたり、李王家の帰還を許さなかったため、李王銀や政子は在日朝鮮人となり、韓国への帰還を許されたのは晩年のことであった。主要都市には、 近代的な不調者が建設された朝鮮総督府により近代的学校教育の拡充や戸籍制度などの社会インフラの整備が行われた。1937年には、李氏朝鮮時代から続く白白教を白白教事件で取り締まった。一方で、公立学校を中心とした同化政策や独立運動に対する警戒、取り締まりは植民地化の経緯と、 相まって、朝鮮民族の日本への反感を強める人々もいた。なお、公立学校では朝鮮語は必須科目であった。また、統治者としての在庁日本人の間では、朝鮮人への部別意識が本国の日本人以上に広まったとされ、そのことも反感を招いたともされる。朝鮮総督府側も、朝鮮人に対する部別意識が統治への反感を無意味にかき立て、 円滑な統治を妨害しかねないと懸念を表明することがあった。党官府は1909年に戸籍制度を朝鮮に導入し、李氏朝鮮時代を通じて人間とはみなされず性を持つことを許されていなかった白鳥などの先民にも性を名乗らせて戸籍には身分を記載することなく登録させた。これにより身分解放された白鳥の指定も学校に通えるようになった。 二分解放に反発する両パンは、激しい抗議デモを繰り広げたが、身分に関わらず、教育機会を与えるべきと考える日本政府によって、即座に鎮圧された。朝鮮に設立された形状、帝国大学形状女子師範学校、女性教師の育成が行われた。形状師範学校では、男性教師が育成された形状、司会学専門学校、司会の育成が行われた。 慶城帝国大学や慶城医学専門学校では医師の育成も行われた教育制度の整備と識字自立向工場挑戦では1895年の交互改革により近代教育制度が始まったが1906年の時点でも小学校が全国で40校未満であり両オーパンや中人の指定は管理登用を目指して初動と呼ばれる私塾で主に官籍の教育を受けていた 初代党官に就任した伊藤博文はこの状況について大韓帝国の官僚に対しあなた方は一体何をしてきたのかと叱責し学校建設を改革の最優先事項とした伊藤が推進した学校建設事業は併合後も朝鮮総督府によって継続され朝鮮における各種学校は1940年代には専攻を超えていた朝鮮総督府は 朝鮮人による自主的な教育については警戒、統制を行いつつ、教育内容の整備を進め、日本語、朝鮮語をはじめ算数、日本史、朝鮮史、終身などの教育を公立学校を中心に展開した。初等中等教育併合当初、朝鮮の初等中等教育制度においては、日本内地人向けの学校と朝鮮人向けの学校が別個に存在していた。 基本的に内地人対象の小学校、中学校、高等女学校と、朝鮮人対象の普通学校、高等普通学校、女子高等普通学校、女校広司であった。しかし、日本語能力が特に高ければ、例外的に内地人学校への進学も認められており、朝鮮総督府学務局官校の昭和9年度編3朝鮮小学校一覧によれば、 公立中学校の朝鮮人生徒数は324名、高等女学校の朝鮮人生徒数は、公立が517名、私立が27名だった。1938年の朝鮮教育令改正、第三次朝鮮教育令により、普通学校、高広市、女高広市は廃止され、内地人も朝鮮人も、同一の学生の適用を受けることになった。 日本統治下で初等教育が順次拡充され、初等教育修学率は日本統治時代の最末期で男子が6割、女子が4割程度であった。初等教育機関の教員は、朝鮮の師範学校で養成される教員と、日本内地から派遣される教員が混在していた。1946年度からは、日本内地と同様の8年生義務教育制度を、 導入することが計画されていた。高等教育高等教育については、観光私立の旧制専門学校が多数、設立されたほか、1924年に、慶城帝国大学が、朝鮮唯一の旧制大学として、また、日本で6番目の帝国大学として、日本内地の大阪帝国大学や、名古屋帝国大学よりも早く設立された。 朝鮮人による民立大学設立運動については民族精神の再生産を行い植民地統治への妨害になりかねないとして抑圧する姿勢を取ったため、慶状帝大は日本統治下の朝鮮で唯一の旧正大学となった。また、朝鮮においては旧正高校は設置されず唯一の大学予科として慶状帝大予科が置かれた。日本統治時代末期において、 形状定大における、内地人学生の比率は6割程度、朝鮮人学生の比率は4割程度であった。朝鮮語理師朝鮮は、新国の従属下にあり、漢字が重視される一方、ハングルは停止され、公文書でも採用されることもなかったが、李朝末期になって開花派と朝鮮国の日本人顧問である、井上角五郎の協力により、朝鮮で初のハングル仕様の新聞。 公文書である、ハンスン州法が発行された。また、李氏朝鮮では、一般人のための教育機関は皆無で、当然義務教育制度もなく大多数の朝鮮人は、読み書きができない状況だった。しかし日本統治下になると、朝鮮総督府により学校教育における科目の一つとして、ハングルと漢字の根用による朝鮮語が導入されたため、 朝鮮語の識字率は一定の上昇を見た。1911年に朝鮮総督府は第一次教育令を交付し、朝鮮語は必修科目としてハングルが教えられることとなった。朝鮮語の時間以外の教授言語としては日本語が使用された。総督府は1912年に近代において初めて作成された朝鮮語の聖書法である普通学校用。 音文鉄字法を作成し、1930年には児童の学習能率の向上、朝鮮語の鉄字法の整理、統一のための申請書法である音文鉄字法を作成し、それを用いた。識字率の上昇によって、ハングルで書かれた宅地本が1920年代から1930年代にかけて流行した。ハングル表記の毎日新報日中戦争以降、 総督府は日本軍の兵士として朝鮮人を動員することなども視野に入れ朝鮮人の公民化を進めた。しかし1938年の第三次教育例でも朝鮮語教育は廃止されていない。第86回帝国議会説明資料によれば1938年には国語を介する朝鮮人の割合が前年度の8%弱から13%強にまで、 伸びている。1945年8月以降のアメリカ軍による占領が始まった当時、南朝鮮の12歳以上の総人口の78%は、ハングル文盲とのであったとのアメリカ軍の簡易調査も、ある。初等教育修学率は1910年で1.0%、1923年で2桁台に乗り11.2%、 1935年で21.7%、1943年で49.0%であった。太平洋戦争下の1942年10月には、朝鮮語学会の主要メンバーが治安維持法違反で逮捕されるという事件が起こった。これは、上海の大韓民国臨時政府と連絡を取り合っていたメンバーが朝鮮語学会を 仮想組織としていたことで逮捕されたものであり、14名を、起訴猶予、3名を不起訴朝鮮語の研究や、普及の活動について検挙されたものではない。朝鮮語学会事件は、学術団体を仮想した独立運動団体であると、みなされ治安維持法一条違反適用で33名を、検挙、うち16名が起訴された事件。判決は、 民族運動の一形態としての初意語分、運動派民族固有の語を含む無民族、独立運動の前身形態として5名が62年から6年の実刑判決。観光刑務所に週慣、再現場、李広昇、登、李滑路、帝トラ将来は1945年の解放まで3年の国中生活を送り、李誠斎、半清は獄死。もっともこの時期の挑戦における、 治安維持法適用は、神社参拝の教養に抗議したキリスト教徒に対して、不経済、保安法、治安維持法を適用し、少人数で構成された、読書会や研究会の活動も、重刑の対象となっていた。白楽福氏は、民族学会や診断学会を設立した、発起人でもあり、とりわけ、朝鮮古代史や診断教団とのつながりが、 独立派とみなされる要因となったとの研究もある。なお、アジア歴史資料センターに第84回帝国議会説明資料挑戦、総督府法務局所官一帝国議会関係雑見資料あり。ここでは、上海の大韓民国臨時政府と連絡を取り合っていた吉本勝郎、築城現場らが参与する独立運動の仮想組織として、検挙十六名に対して、 余震を請求14名を基礎猶予3名を不基礎したとの報告がある。日本による統治の末期には学校内で朝鮮語の使用が罰せられたというケースもあるがが、これは日本内地においても方言の使用が学校内で禁止されたことの延長にあるものであり朝鮮語の弾圧を基としたものではない。朝鮮総督府においても 1921年から1945年の日本統治終了に至るまで朝鮮語能力検定に合格した職員を昇進、給与において有利に処遇していた。朝鮮語史である毎日新報は日本統治終結まで発行が継続されたなお、1943年時点で日本語を介する朝鮮人は戦利人にあたり221.5人で8割の 朝鮮人は日本語を話すことができなかった。1934年に朝鮮総督府は李氏朝鮮の主な文化財の保護のための総督府令を出している。国宝に指定されたものには南大門などが含まれていた。日本人学者とその朝鮮人の弟子たちによって歴史、語学、文学などの韓国学研究の基礎が作られた。日中戦争の長期化による 物資欠乏への対策や情報統制の必要から日本内地では1938年4月に国家総動員法が制定され8月からの新聞用紙制限令による用紙制限や新聞の整理統合を通じ739紙あった新聞を最終的に54紙にまで削減するなど新聞紙法や出版法を厳しく適用しながら新聞 出版、言論統制を強めた。朝鮮においても、1940年には、朝鮮日報、東亜日報が、総督府命令により廃刊となり、朝鮮語新聞は、総督府が発行する毎日新報と、官報だけとなったが、異王党の戦いにおける、日本軍の玉砕は朝鮮語でも報じられた。総氏の法院広告、氏を設定すると、 従来の姓がなくなるという誤解があるようですが、施設定後におても姓及び本願は、そのまま戸籍に存知されますから心配ありません。宋氏は、朝鮮の相続による管理システムに新たに家族名である、氏を加え、日本及び欧米で一般的な家族単位の管理システム下に組み入れるものである。この過程で、中国式の夫婦別姓を名乗っていた妻も、 夫と同じ一つの家族名の下で管理されることになった。解明とは生命を届け出する際になお、日本風に変更することを可能にする制度である。それまでは、日本内地に見られる生命は許可しないこととして厳しく、制限されていた。1940年に取られたこれらの装置を、創始解明と呼ぶ。前者は、制度上必須であり、すべての朝鮮人に適用された。 後者は任意であり、当初、南次郎総督自身も、そのように言明していた。水野直樹によれば、1940年2月11日の届出開始以降全個数の中で生命を届け出た、人々の割合が4%程度と著しく低かったことから、朝鮮総督府は方針を転換し、歌舞伎館を中心に、朝鮮人に日本的な名字を名乗る。 要推奨するキャンペーンを開始し、結果として80%以上の朝鮮人は日本的な死の届け出をしたとしている。一方、残りの2割は法廷創始により朝鮮式制がそのまま死として設定された。牧春勤や甲子翼など法的創始により朝鮮式の生命を使命として使い続けた事例もあった。また、朝鮮に居住している。 朝鮮人では解明者の割合は9.6%だった。創始解明の第一目標であった朝鮮人の名字を日本式に改めることに関しては、朝鮮に日本風の家制度を導入することが主眼とされていた。はじめ地解明市民でごった返す富山松島、海水浴場植民地支配時、朝鮮固有の地名を日本式に強制的に変更したとして、 中央日報が2009年10月の記事で指摘した事例。例として、京北青少群英徳軍の中央山の竜、住田滝、中龍、住田、龍円滝を3つの滝について、第1の滝を、千女湯に変更した。これは名前に龍が入っており、植民地民の気が強くなる懸念が高いという口実で、解明したとする。京昌北道経山群流上面にある、 そう光を日光里に変更したが、景色が良くて美しい日本の日光と全く同じだとして、名前を変更したとする。大田の計測さんの地名は元法王山だったが、法王を取りに格下げし計測山にしたとする、上記中央日報報道では、北上山ももともと三角山という名前で、日本統治期に改名されたと主張しているが、北上山の名前自体は、 李氏朝鮮時代からあり、縮層が1711年に北関山城を築城している。それと、上記、周王山の仙女湯は第二の薄滝の下の王傑の名称であり、滝の名前を変えた結果ではない。リアサでは、高志樹そもそも仏政策により、仏教が抑圧され、民衆は、風水、吹劇、祭祀などの民間宗教や、儒教、仏教、 道教の流れを組む信仰宗教に傾斜していた。その代表的な教義に皇天改脈があり、天が直接降臨する時代が到来し、理想教の地上天国が実現されるとする思想である。当学は皇天思想に基づく新しい宗教の代表格であった。高下統事件から19世紀末頃の情勢はこのようなものであり、キリスト教はすでに 朝鮮半島にトライしていたが李朝は、アヘンと同じようなものと警戒しており、本格的な戦況が始まるのは1884年に、長老派のイシアレンの朝鮮入国以降とされる。朝鮮における、キリスト信者の成長率は、世界のキリスト教宣教師上類稀なものであり、1895年に、 交渉1590人の神徒が1910年には226,791名に達した。神徒は日本人居留民によりわずかに保持されているのみであり、明治初期に朝鮮宣教に乗り出したのは新州大屋派などの仏教会である。朝鮮神社が設置されたのは併合から遅れること15年後の1925年であり、それ以前には 朝鮮半島に社格を持つ神社はなかった。朝鮮総督府が神社、新市制度を確立するために法令を整備したのは1938年8月であり、神社参拝を公然と求め始めたのは1937年以降である。総督府による宗教への介入は、直接的には合理的な利害を目的とした朝鮮統治の警察権に基づいた介入と、 怪獣優和策であった。宗教団体は、公日活動における得意な位置を占めた。キリスト教や仏教は、朝鮮軍内の同調者により保護され、しばしば違い封権的地位を占め公日活動家を保護した。キリスト教教会はアメリカなど、海外の所有施設であるとみなされ、東学党の乱や、日清戦争の際に民衆の保護所となった。 日本軍の中にも特実なキリスト教信者が、織教会員や財産の保護を約束した。仏教寺院は、李朝の政策により抑圧されていた影響から人里、離れた山奥に点在していたが、新州大屋派など、布教の成果もあって、朝鮮の仏教寺院の多くは、日本の仏教教団の末寺となっており、保護を受けていた。これらの末寺は1907年の、 大韓帝国国軍の解体以降の義兵運動の根拠地として格好の隠れ家となった。朝鮮総督府は抗日活動を取り締まるためキリスト教や仏教などを統制する必要があり、一方で帝国憲法に規定された信教の自由の制約から介入と介入を繰り返さざるを得ない状況にあった。1911年に起きた105人事件を口実とした。 宗教弾圧においてはアメリカ人宣教師により世界に報道され国際世論が日本の司法制度を厳しく批判した。キリスト教教会は朝鮮人知識層を大量に受け入れ民衆を動員した3.1運動のような大規模な抗日独立運動を展開した。当時の朝鮮総督斎藤実は当初は点一運動を沈めるべく創上中に 宣教師たちと会合を持ち、彼らを懐中しようとしていたが、1920年に入って方針を転換し、キリスト教会が3.1運動の主要な組織者であったとして、47の教会が破壊された。朝鮮景気道水原のひさげは佐都教会では、放火などの破壊活動や日本人への領辱行為を含む大量殺戮を行った暴動の首謀者である、テント教、 キリスト教の信者を教会に集めて殺害し、教会ごと焼き払うという事件が起きた。当時、朝鮮のキリスト教徒は人口比で1.3%であったが、3.1、運動で検挙されたもののうちキリスト教徒は17.3%であった。朝鮮総督の斉藤実ル神道の朝鮮半島への普及は進まず、1925年に、ようやく朝鮮神宮が設置された。 この時、朝鮮神宮に、いかなる祭神を祀るかで論争が発生し、小笠原正造は、朝鮮神宮と内戦友和を取り上げて、団勲の合師を主張した。しかし、総督府としては、非公認宗教団体の中には、団勲信仰を持つ教団もあり、民族運動勢力と結びついたものと理解していた団勲信仰を認めることは、不可能であり。 鎮座祭直前の9月28日に、京城本町警察署長から一部学生が不定計画を立てているとの風説ありとの報告を挙げ、総督府は神社会の主張を抑えて、祭人論争に終止符を打った。1937年六甲橋事件を機に、日中戦争は全面化し、朝鮮における公民化教育の一環として、広告新民の精子が発布され、 日韓合法の身を挙げ帝国新民化を図る目的として国家神道が利用され、神道非宗教説をもとにキリスト教会や仏教会は神社参拝が強要された。1938年前後から朝鮮各地に官兵神社が増設されてゆき、広告新民化、内戦一体の重要な役割を担うようになる。キリスト教は一神教であり、キリスト教徒にとっては、 他の神のために祈ることは、今まで気づいた神との信頼関係を失うことであり、受け入れ難いことであった。1910年頃の朝鮮半島の林や分布図。緑色、生林地、立木の密度完全なるものを一都市素の0.1以上を有するもの。桃色、地樹発生地、鎌にて借りうる程度の地樹発生地にして、密度0.1以上のもの。黄色、無流牧地。 密度0.1未満のソリン地及び地樹素基地または創生地岩石地等。1910年当時の朝鮮全体の山林面積は1585万ヘクタールで全面積の71%に達していたが木材資源を示す林木蓄積量は1ヘクタールあたり17立方メートルであり2009年の韓国の16.5%水準に 過ぎず、特に南部の海抜の低い低地帯では若い木と揚山が大部分だった。朝鮮半島の増林事業は当初は河川保持などの砂防目的が主眼であり、地形調査の結果、朝鮮半島は河口岩大地の山岳地帯で緑が育ちにくいことが判明したことが始まりとされている。森林がなければ、降雨で土砂が流れ込み、農林業に影響を及ぼす。 1924年の形状日報によれば、造林事業は1911年には約4000兆、1152万本だったが1922年までの累計は個人の造林事業などを含めると約36万兆、10億本に至ったと報告されている。造林方法は植林、継ぎ木や普通派手なども行われたが、 国有林制の導入などによる自然復元によるところが多い。朝鮮半島北部では軍部が木材伐採事業を直接経営しており、ここでは当時の山林経営の常識として自然集奪的側面の強いものであった。一方で保安林の確保や林道整備など評価される点も多いが、戦争末期には朝鮮半島の造林事業は放置される傾向が、 強くなった。南大門南大門長寺屋百貨店3、中井百貨店三越形状店、形状府本町1丁目52。現在の新世界百貨店朝鮮ホテル、朝鮮は日本の脇腹に突きつけられた合口だと言われ、日本本土防衛のための重要な要であり、また日本の中でも最も遅れている地域の一つであると政府は捉え、 不国共兵政策に従い多額の国家予算を朝鮮半島に投じた。これまで朝鮮半島にほとんど存在しなかった鉄道、道路、上水道、下水道、電気インフラ、病院、学校、工場などのインフラ整備を行い、近代教育制度や近代医療制度の整備を進め、朝鮮半島を近代化していった。鉄道路線の路線は感線ばかりでなく、 生活用の支線も多くが敷設され、地方経済を活性化させた。三菱製鉄や日本製鉄による製鉄所の建設、日本窒素肥料の進出による水力発電所建設などが行われ、朝鮮総督府からの補助金による1527件の農業用ダムと410件の水路の建設、5億9000万本。 以上の植林や砂防ダム建設などの推理事業も行われた。これはそれまでの欧米諸国による集奪的植民地政策には見られないものであった。1920から30年代の朝鮮半島の経済成長率は年間約4%で同じ期間の欧州や日本、アメリカに比べてより高い成長をしており、朝鮮半島一人当たりの生産成長率も 約2.4%と高い成長率を記録していた結果が出ている。他方、これらの開発工事において、主な労働力は当然ながら、朝鮮人の中に求められた。当地の前期においては、不益による工事なども行われており、過酷な負担であるとして3.1独立運動の原因の一つともなった。不益の廃止後も、労働者の人権という概念の未発達と、 植民知人であるという要因などが重なり、朝鮮人労働者は多くの場合劣悪な環境に置かれた。李朝末期時点では大部分で道路の舗装などが行われていなかった形状は区画整理が行われ、路面電車が走る都市となった。衛生面では生活面における衛生指導や集団予防接種が行われ、当時朝鮮半島で流行していた、これら天然痘、 ペストなどの伝染病による乳児死亡率が減少し、平均寿命は24歳から56歳まで伸びた。また、農地の開発や農業技術の指導により食料、生産量も激増したことで、人口は、平合時の調査では1312万8780人、1944年の調査では2512万174人となり、平均寿命も、 平行時24歳だったものが、1942年には45歳まで伸びた。総督府は土地所有者の調査を実施し、所有者のいない土地は接収して、東洋宅職に買い取らせ、日本人移住者や朝鮮人有力者に分配した。総督府が接収した農地は、全工作地の3.26%ほどである。李朝末期の朝鮮は、道路、農地、山、河川、 公安などが荒廃しており、民衆は管理、地主、ヤンバーに氷菓子による集奪を受けていた。そのため日本が朝鮮の農地にて、水防工事や水利工事をし、金融組合も作ったことで、農民は安い金利で融資を受けることができるようになり、朝鮮人農民に多大な利益をもたらすようになった。また、水利組合の設立により安心して農耕が、 できるようになった。大地主である朝鮮人は生産性が上がり、日本へ米を輸出できるようになったことで多額の利益を得ていた。その代表的な人物がサムスングループの創始者である李平鉄である。彼は継承南道の大地主の次男として生まれ、米の輸出で得た多額の資金を元で2938年にテグニてサムスン商事を設立し、これが のちのサムスングループに発展していった。水田は、併合前の84万長部が1920年は155万長部になり、1928年には162万長部となり、1942年には177万長部となるとともに、 面積あたりの収穫量も1910年の一旦あたり0.796国から1937年には1.635国へと倍増した。このように農地が新たに開墾され、水理事業によって生産能率が向上したことにより、食料生産は年々増加し、併合前の1909年には746万国であった収穫校は、 1918年には1529万国と2倍以上に、さらに1942年には2489万国、なった。米の多くが日本に輸出されたため朝鮮人一人、あたりの米の消費量は1919 19年から1921年の平均0.68国に対して、1932年から1936年に、かけては0.40国まで減少した。 この状況を指して、気が輸出と呼ぶ研究者もいるが、逆に、全産院らの研究によると、日本時代の米の消費量は、平均0.58国の水準を保ち、後半期にはむしろ消費量が若干増加している。また、朝鮮経済全体で見た場合、米以外の雑国が大量に輸入されており、高価な米を売った代金で、 安い雑穀をより多く購入することで増加する人口を養っていたと考えられている。ソウル大学のリヒサシカオル教授は、韓国の日程による土地集奪論は神話であるとし、私たちが植民地時代について知っている韓国人の集団的記憶は多くの場合、作られたもので教育されたものだとしており、食料を日本に搬出したのも市場を通じた 商行為に基づくものと述べている。加えて、朝鮮人の身長が伸びていることから、少なくとも1920年代中頃までは、朝鮮人の生活水準が着実に向上していたのは明らかである。一方で増え続ける、労働人口を農村では吸収できず、軽乗などの大都市で労働者として、生活の糧を求める人が出たが、としても産業が未発達で人口を十分に、 吸収することができず、食を求めて、日本や満州に渡航したものが数多く出た。京城等における、農村出身の労働者層の中には、都市周辺部に粗末な小屋を建てたスラム街を形成し、土幕民と呼ばれるものも存在した。植民地近代化という性質上、この時期の朝鮮における、経済発展の成果は、多くが資本を出した在庁日本人や日本企業に、 分配され、朝鮮人への分配度は低く、日本人と現地人たる朝鮮人の間の所得格差も非常に大きなものがあったとされる。一方では、市場を通じた小行為であるという指摘もある。利益を得ていた朝鮮人も存在し、当地時代後期には多くの朝鮮人資本家が存在した。朝鮮では株式会社にほとんど馴染みがなく、朝鮮総督府は、 詐欺行為が多発するのを警戒して1910年に会社令を交付し、株式会社を届け出制でなく許可制とした。産業振興のための貿易輸出策となる朝鮮貿易協会を形状に設置、法典、大連、ハルビンなど大陸各地で官民による朝鮮物産の宣伝と販売促進を行った。これらにより、 従業員5人以上の工場数は、1910年には、朝鮮人、経営39社に対して、日本人経営は112社であったが、1939年には、朝鮮人、経営4185社に対して、日本人、経営2768社となり、稼働工場数の増加とともに、現地経営者の急激な増加が認められる。ただし、 1939年においても規模が大きくなるほど日本人による経営が多かった。2004年にソウル大学は1911年から1937年にかけての朝鮮における各産業の従事者割合が第一次産業で75%から45%、第二次産業で7%から22%、 第三次産業で18%から33%に、それぞれ変化しし、資本経済化が急速に進んだこと、1912年から1937年に、かけての年平均実質 GDP が4.10%、実質 GDE が4.24%の成長を、なしており、世界強硬化においても、飛躍的な成長を遂げていたとの調査結果を発表した。 韓国や北朝鮮では、現在も、朝鮮の資本主義の方がを、李氏朝鮮時代に求め、芽生えた、朝鮮の資本主義は成長する前に、日韓併合による植民地化によって1945年まで大きく抑制されていたという説が通説となっている。これに対し、ハーバード大学教授で、朝鮮史が専門のカーター・ジェイエッカートは、研究の結果、 李氏朝鮮時代の経済規模は、同時代の日本や中国と比べて小さく、当時の商人と後の時代の資本家とのつながりが、ほとんどないため、資本主義の方が,が、李氏朝鮮時代には存在せず、日韓併合による日本の政策によって生まれ、特に戦後の韓国の資本主義や工業化は、上記のような日本の朝鮮半島での近代化政策を模したものであると発表している。日本の統治下で、 多くの銀行が設立され、史上初めて朝鮮半島で貨幣経済が導入された日韓併合以前から日本の国立銀行である第一銀行韓国総支店が朝鮮での通貨として1902年から第一銀行券を流通させていた。大韓帝国時代の1909年には第一銀行に代わって中央銀行の韓国銀行が設立され、 後1911年に朝鮮銀行となった。世界強行後の各国は自国の経済を保護するためにブロック経済を進めており、朝鮮は日本円を中心とする日満主経済ブロックに含まれた。朝鮮には日本円を導入する案もあったが、経済的な混乱が日本に波及するとの理由で採用はされなかった。 朝鮮銀行では日本円と10日の朝鮮円が発行されていた。この通貨は内地では使用できなかったが、日本銀行の円、そして金、金との10日交換が保証されていた。戦費を調達するために、朝鮮銀行は中華民国臨時政府の中国、連合準備銀行と預け合い契約を交わした。この契約は相互に預金口座に基調することで、 戦費に用いる通貨の発行を目的としていた。預け合い契約によって、日本本土へのインフレーションは避けられたが、同時に中国で通貨を乱発することになり、インフレーションによる経済混乱と日本統治下の通貨制度に対する信用低下を招いた。朝鮮銀行朝鮮食産銀行本店なお、北朝鮮側の銀行支店は、現在朝鮮中央銀行となっている。 昭和19年の朝鮮の人口密度。朝鮮半島の人口統計上、最も古い資料としては、漢女地理士、俗漢女軍国史新女地理士の古行記録がある。洛郎軍と玄都軍は、現在の北朝鮮の領域に相当するため、林玲子は、北朝鮮と韓国の人口比に着目し、南部に北部の2倍分布していたと仮定して、 期限2年の朝鮮半島の人口を180万人と推計した。三冠馬冠、新冠、弁冠朝鮮半島北方が中国により統治、侵略を繰り返されていた時代、南方にもいくつかの国があった。それらはその時々の中国王朝に徴考しつつも漢族の統治が続いていた。特に馬冠は後のくだらに相当する地域を治め、 その国は54を数えた。また、弁心は合わせて24カ国であったという。同時代の口数の推計は、三国維持二巻、唐苦国旗の百姓盆100個、7万5千人から盆100個を9千百個の誤者として、口数を1個8.2人とする説がある。また、七世紀までの七百年で、同地域であった。 馬カ五54万個からクダラ76万個に増えたと捉え、かつ同時代の口数を前日の1個8.2人として年0.058の人口増加率を求めた場合、1906年の人口から逆算する三韓時代の朝鮮半島の全人口は482万人。高栗クリ、クダラ、東守法ホ三国維持に 断片的な人口の記録が残っている。コークリ、クダラの滅亡時に数字が不自然に跳ね上がっており、これらは三国合わせての数字とトラインドの人口は380万と推計する説がある。前述の口数1個8.2人を用いると、三国維持一貫期、い第172国、78国、各万個を用いて、78万個。 x8.2 イコール640万人とする説もある。なお、前述の都市0.058の人口増加率により1906年の人口から逆算する三国時代の朝鮮半島の全人口は675万人。統一白木時代焦燥印象像の中倉59家本教論筆の内張り紙にあった白木の公文書に四つの存落の個数や人口に ついて3年間の推移は記録されている。個数は43個、総人口は442人で、土比は25人とある。個数あたり10.2人であることから、全時代資料の個数を参考にすれば、推定人口は760万人である。高麗時代戸籍を取ったという記録があるが、具体的な数字はない。高麗市にあるように16歳以上は、 成人扱いで60歳を超えると、不益免除されたのは、前後の時代で共通であった。加えて、戸籍申告不正、年齢差症に罰則を規定していることから、逆説的に、不益逃れが横行しており、数字には不備が多かったと推測されている。人口の推定方法は、前後の人口記録を参考に、 平均人口増加率により求めるもので937年頃の推定人口は780万人。1395年から1905年までは、李氏朝鮮による戸籍調鮮が取られた。しかし当初は、高麗時代のものを踏襲するしかなく、内情不安で人民の逃亡、流入が相次いだため、1401年頃から戸籍制度が本格的に整備された。 大祖大祖李氏朝鮮による調査は、朝税不益を目的としていたが、男性の虚偽申告だけでなく、身分や収穫率による軍役とは、無関係な一部の女子、仙、奴などの疎外層を申告から除外したり隠す行為に、対しても、保守と地方間に罰が与えられた。林保制度により十個あるいは三十四個一1、林保として、その長が報告する義務を課すなどしたが、 それでも3年に一度の戸籍整備はなかなか進まなかった。より細かい5個単位で報告させる、5価統制や個別の構成を張り出させる、交配性など統制を強める策が講じられたが、不疫を逃れようとする人民の抵抗は激しく不正も横行した。記録によれば体操4年の個数は153,403個とされ、 人口は322,746人だが、これは計5部が欠落している上、かつ、成人男子のみの可能性あり。よって、前述の三国時代の都市平均人口増加率と、実数に近いとされる1906年人口から1392年推定人口は991万人。清掃以降1455年以降、ようやく、警告大典が編算され、 展が完成した1592年のとばり席、三院戸席では、男女の土肥逃亡者に至るまで記録があり徹底されたことがわかる。それでも、全土の数字が出たのは1639年以降で、たびたび自然像ではない伸びを示すため、登録方法による揺れがあったと考えられる。その上で、李氏朝鮮時代の1800年代、 の人口は最高値である1807年の756万1403人から推計値750万人とされてきた。ただし、日本による以降の調査で人口が急増していることからも、実際は、李氏朝鮮末期でも1000万人前後の人口があった可能性はある。ちなみに、前述の1906年人口を基準とした、 三国時代の都市平均人口増加率による1543年の推定人口は1072万人である。1905年第二次日韓協約によって大韓帝国は日本の保護国になる。これ以降は日本による調査。1910年に韓国併合。1920年の国勢調査では1726万4119人を数えている。 李氏朝鮮時代には、不液の元になる戸籍より家紋を表彰する俗府が好まれたことから、家と血縁思想を導入した日本式戸籍が受け入れられる素地となった可能性がある。1910年の大韓帝国の併合により、大韓帝国の統治権は天皇に上与され、大韓帝国により編纂されていた戸籍は、日本政府が担任することとなった。 朝鮮は併合の経緯から大韓帝国の統治権を天皇が上与され統治することとなったため併合とはしたものの選挙法など統治関連法は内地のものは直接適用されなかった。併合条約締結の直後である1910年8月29日には韓国の国語を改めめ朝鮮と称するの言が発せられ即日施行されている。朝鮮人は 帝国新民に編入され、日本人の朝鮮移住も進んでおり1910年12月末時点で、朝鮮在留日本人は5万992個に上っていた。併合後の朝鮮統治は、朝鮮総督府が直祭しており、朝鮮在住の協力的朝鮮人は無論、在朝日本人さえ、朝鮮半島における政治への賛成権を持っていない状況にあった。 1913年には日本人社会の居留民団が解体され、事実的な自治権は剥奪された。1920年代以降の協力的朝鮮人を含む植民地朝鮮での参政権問題は政治的課題となり、一つの方法として日本国内の援護地で衆議院議員として選出を目指し、植民地政策決定過程に介入する手段を目指した。 朝鮮半島では1931年に制限選挙による地方議会が開設され、1933年5月11日の朝鮮朝日によれば13の同衆議院選挙に参加することは可能であった。唯一朝鮮人として、僕春勤が衆議院議員に選出されている。それまでは内地の選挙区からしか出馬できなかったが、 1945年4月1日に改正された衆議院議員選挙法によって台湾と朝鮮にも帝国議会の議席が与えられ選挙によって外地からも衆議院に議員を送ることができるようになった。ただし有権者は1年以上直接国税15円以上の納税という政権が課されており普通選挙ではなかった。また、議席数は 衆議院の定数466に対し台湾5名、朝鮮22名とされた。また1943年に内地に編入された、カラフトでも同時に3名の議席が認められた。しかし敗戦のため実施されずに終わった。また貴族院でも台湾と朝鮮から直線議員を選出することが決められ、両地域から合わせて10名の議員が選出された。 その他に本内地の地方議会の議員を務めたり、中央官庁や地方公共団体に勤務する者もいた。その外にも多数のロビーストが朝鮮通として朝鮮統治に関するあらゆる法案や議案について提言を行っていた。朝鮮半島での鉄道は、李氏朝鮮から日本が日韓暫定合同条官に基づき鉄道。 不設県を1894年8月20日に得て、路両津、聖母の浦間の鉄道を1899年に開通させたことに始まる。これは後に京費都市線となった。1905年には京府線が全通、翌1906年には日露戦争の軍事輸送を目的として、京義線を日本が全通させた。経府線、経義線は日露戦争後に、 日本が得た南満州鉄道への接続を図り、大陸進出の足がかりとしての役目を担うようになっていき、1910年の韓国併合で日本が朝鮮の統治権を得ると、軽減線や中央線、湖南線などを付設した。路線数が少なかった1925年までは、朝鮮での鉄道経営を一体化する目的で、南満州鉄道に委託したこともあったが、 その後は、朝鮮総督府の直轄の朝鮮総督府鉄道となって地域経済の発展や住民の足を確保するために多くの路線が建設されていった。朝鮮総督府鉄道は朝鮮への観光客の誘致にも力を入れ、朝鮮ホテルなどの近代的な西洋風ホテルの建築もいった。また、朝鮮王朝末期には大部分で道路の舗装などが 行われていなかった形状は区画整理が行われ、路面電車が付設された。日本の統治下に入った後にフォードモーターやジェネラルモーターズの販売代理店が営業を開始し、初めて導入された乗り合い自動車やタクシーが走っていた。自転車が普及していた。アムーリパシフィックの女性館は学生時代に母親の手伝いで原料の仕入れや商品輸送に使っていた。 日本内地と朝鮮の間には、寒風連絡船をはじめとする多くの航路が運航されていた。日本のフラッグキャリアの日本航空輸送が、日本内地から富山、ウルサン、京城などの間を結んだほか、満州国の満州航空が乗り入れていた。朝鮮独自の航空会社は存在しなかった。李氏朝鮮時代から貧しかった南朝鮮から、 食を求める多くの朝鮮人が日本に移入した。日本への渡航には渡航証明書が必要だったが、多くの朝鮮人が日本内地へ密航した。多くの密航業者が密航を圧戦し、巨万の富を築いた。2000人を密航させた、密航業者は1万数千円を荒稼ぎして、目掛けを10人抱えるほどであった。密航は1930年代に入ると激増し、 毎日のように摘発されるようになった。このため、1934年には、岡田内閣は、朝鮮人の密航の取締りを強化するために、朝鮮人移住対策の件を閣議決定したが、その後も密航は増加していった。あまりの密航の多さに、日本政府は渡航制限を緩和したが、渡航条件を満たさない者たちによる密航は、止まらなかった。 第二次世界大戦中にも密航が行われており、密航朝鮮人が検挙されている。朝日新聞の取材によって、恩賀工業所で雇われていた朝鮮人交付が交代グルで雇用されていたことが明らかにされている。一方で、旅費負担や高賃金などを謳った還元募集に載せられ、低賃金の中で宿代や食費など様々な名目で転引きされ、 実際に自由に使える金額はほとんどなかったとする主張もある。1944年9月から1945年3月にかけては国民徴用令により徴用された朝鮮人が渡航した。1951年に講和条約が締結され、連合軍による占領が終了すると日本に在留していた朝鮮人は朝鮮籍となり、1948年に 建国された韓国の国籍を取得する者もいた。朝鮮から渡航した人々の多くが九州、中国、近畿地方に在留していたため戦後に韓国から密航した朝鮮人もこれらの地方に住む場合が多かった。これらの朝鮮人は在日韓国、朝鮮人となった。在日一世に世の中には朝鮮総督府による土地調査事業や日本軍などによる食料の 収奪などにより生活に困窮し、日本に来たのだと主張する者もいる。義兵闘争などに見られるように、平行以前から日本の朝鮮支配計画に反抗する朝鮮人の運動は存在していたが、第一次世界大戦終結後には、アメリカ系キリスト教会の宣教師により、アメリカ大統領ウィルソンの提唱する民族自決理念が伝わり、さらに構想の死によって、 独立を求める朝鮮人による運動は高まった。大韓民国臨時政府の記念写真上海、天朝節爆弾事件の実行犯、陰放喫に港事件で焼け落ちた日本領事館1919年には3.1独立運動が起こって、大規模な暴動にまで発展し、朝鮮中を巻き込んだ。この独立運動は、約1年間続き、暴動と、 総督府側による取り締まりによって多くの死傷者が出た。暴徒と化した民衆によって警察署や村役場のみならず、小学校や病院なども襲撃され、放火や投石、破壊、暴行、殺人などの犯罪行為が多数行われている。こうした中で24名の朝鮮人が軍隊によって殺害された、包みは里事件が発生した。事件直後に行われた、 調査結果を記した資料によれば、8437人が逮捕された。しかし逮捕者への刑罰は、主犯でも最高で、懲役3年以下という軽いものであった。死者数は553人、負傷数は1409人である。当時上海に亡命中の牧院職は、韓国独立運動の致死に46948人が逮捕され、 七千五百九人が死亡し、一万五千九百六十一人が負傷したと記している。女学生、劉漢順は三点一独立運動を先導した罪で投獄、拷問され十六歳で殺されたとされ、しばしば日本の蛮行についての象徴的物語として扱われることがある。なお、劉漢順の物語には、誇張が多く史実の裏付けに乏しいとの批判が、 現在の韓国国内からもある3.1独立、運動は独立運動組織の大韓民国臨時政府樹立のきっかけとなり、また満州や宴会州を拠点とし、中朝国境では抗日ゲリラ組織の活性化にもつながり1920年の二港事件のように規模に劣る日本軍の部隊を全滅させることもあった。一方総督府も過酷な統治だけでは、 植民地体制を持続させることはできないとして、分治政治と呼ばれる一連の懐柔策を打ち出した。内地でもなかったこととして、朝鮮における憲兵警察制度は廃止され、限定的ながら言論や結社の自由が与えられた。3.1独立運動後に活発となった満州や宴会州における朝鮮独立を掲げた抗日ゲリラは国境地帯で、 領民や観光里への襲撃、殺害といったゲリラ行為を繰り返すようになり、ついには1920年10月に満州の今春で馬族の襲撃により、領事館警察署長を含む日本人13人が殺害される事件が発生した。これにより、総督府は中華民国側と折衝して、吉林省都督から作戦の許可を取り付け、ゲリラ相動を開始した。 彼らが潜んでいるとされた村に対する焼き討ちや村民処刑なども含む態度で臨み、キリスト教の宣教師などからの抗議を受けたこともあるが、徹底的な討伐戦の結果、抗日ゲリラのほとんどはソ連領内へと逃げ込み中朝国境からは一時姿を消した。朝鮮人武装勢力は1921年6月28日にはスボボードの意にいたが、 ロシアの赤軍と衝突しほとんどが壊滅した。その後、1937年に普天保が襲撃される事件も起きている。大韓民国政府は建国から現在に至るまで第二次世界大戦において大韓民国臨時政府、1941年12月9日に連合国側に立ち、ドイツと日本に対して宣戦線布告を行い軍事部門である。 朝鮮解放軍は東南アジアの一部や中国等で中国国民党や中国共産党の軍隊に加わり日本軍との戦闘に参加したと主張している。しかしこの主張には根拠がなく実際に具体的にどのようにして戦線復刻を行ったかも不明であり戦線復刻も戦争相手国の日本とドイツには伝わっていないばかりか中華民国やイギリス アメリカやオランダなどの連合国側も確認しておらず、さらに1945年8月に至る大戦期間中に大韓民国臨時政府が組織的に日本軍と戦闘した記録は日本と連合国のどちらからも全く見つかっていない。そのため戦後に韓国が連合国により戦勝国として国際的には認められることはなかった。 京昌南道庁環境北道庁平安北道庁大正3年の朝鮮の行政区画昭和20年の朝鮮の行政区画総督府は朝鮮半島の行政司法立法をすべて騒乱し朝鮮半島中流の日本軍の統率防備権限を付与されていた総督府は鉄道や通信事業を経営し朝鮮銀行の監督権を有した また、林野事業や専売事業などを経営していた。朝鮮13道には、道長官が任命されそれぞれの司書で、行政任務に従事した。総徳不礼により1年以下の懲役もしくは禁錮、交流、200円以下の罰金、または、過料の罰を科すことが認められていたが、それ以上の罪かあるいは、総徳不礼によらない法令については、日本内地の制定法による必要があった。 政務のすべては内閣総理大臣を経て天皇に直接上層すれば良いとされたが、実際の実務は、宅務省や内務省など内地行政機関の異名通帳に従うことが多かった。李氏朝鮮時代の朝鮮八道は、構想32年に23府となり、続く構想33年に制定された13日制を引き続き行政区画とした。また、 これら十三道の下には、府、軍が置かれ、軍の元に、有、面が置かれた。なお、十三道は、内地の都庁府県に、府、有、面は、内地の市町村にそれぞれ相当する。朝鮮の行政区画一覧図憲兵制度への不満、高まる。警察組織や同知事職は3.1運動後人気が高まり、例えば1922年の巡査職の競争率は、 約2.1倍水準だったが、文化統治が本格化した1920年代、中盤以後は競争率が10倍を上回った。牧世紀小学校訓導は年齢により、採用条件不適合者であったが決勝による、志願書などを3度にわたり提出するなどして、満州国士官学校に入校した。満州新聞1933年3月31日付、日露戦争を機に、 大韓帝国に駐留した韓国中東軍を前進とし、明治43年の韓国併合に伴い朝鮮、中東軍に名称変更、大正7年に朝鮮軍となった。司令部は当初本村の城内に置かれたが、後に郊外の京城府立山に移転した。1937年に日中戦争が勃発すると、朝鮮人からも志願兵を募集し、 多くの朝鮮人がこれに応じた。同年8月2日付の朝鮮日報社説にて、軍事公演連盟を支持し朝鮮人の出生を奨励している。実際に1942年に行われた朝鮮出身者に対しての母兵では、募集4077名に対し、25万4273名の朝鮮人志願兵が集まり、 倍率は62.4倍に達した。他軍属として戦地に赴いたものも存在した。1944年4月の法改正によって1944年9月からは、朝鮮人にも徴兵が適用されたが、入営は1945年1月から7月の間に限られたため、訓練期間中に終戦を迎え、実戦に投入されることはなかった。 1945年2月、戦況逼迫に伴い、第17方面軍が設けられ、朝鮮軍は廃止されたため、管轄区域の朝鮮軍管区は、第17方面軍司令部が兼ねた朝鮮、軍管区司令部が管轄した。朝鮮博覧会1915年には、市政5年記念朝鮮、物産協進会、1929年には朝鮮、博覧会が、 総督府主催で開催された。朝鮮の白菜、山七面鳥、金剛山の岩竹、光カリのリンゴ、テグの梨がかも物として評価されていた。また、白桃山特産の鶴竹飲料水が高評価を得ていた。1920年には、宅地本が多数出版され、読書が朝鮮半島で大衆化、近代化する決定的な契機になった。日本統治下では、 朝鮮人女性には身なりに気を使う人が増えて、化粧が流行った。そこに目をつけて、女性で化粧品商売を起こして、デパートに自分の店舗を持つ、朝鮮人がいた。韓国化粧品作用手のアモールパシフィックは、その一人だった女性間の母が、化粧品販売のために1932年に、設立したマサセイ商店が元になっている。 彼女は1941年に初の洋館デパート3階にキム・ジェヒョンという店舗を開設して自分が製造した化粧品だけでなく他社の製品まで委託販売していた。日本の影響で進波劇や進撃が起こった。舞踊では最小期が世界的に活躍した。音楽では日本の演歌と酷似したトロットが流行した。こう正し東や 金刊しのぎが日本に留学して、洋画を学び、朝鮮に洋画をもたらした。朝鮮総督府が朝鮮美術展覧会を開催した。孫旗帝がベルリンオリンピックのマラソンに日本代表として出場し、金メダルを獲得した。社団法人朝鮮放送協会が日本語と朝鮮語の両方でラジオ放送をしていた。内地の影響を受けて、 旧来の命名習慣が廃れていき、形状においては、日本愛知のように女性に何かと名付けるようなことが一般的となった。大日本ビールと地元資本の共同出資により、朝鮮ビールが設立された。また、キリンビール市会社として、昭和ビールが設立された。朝鮮ビールと昭和ビールにより、朝鮮でビールが普及した。交通の発達によって、 行楽地への関心は広まった。日本統治時代の朝鮮における日本の役割については日本と韓国、北朝鮮の間で歴史認識論争となっている。元韓国国土開発研究院員長金議員は日本政府が朝鮮人を満州に追放してソウルを日本の首都とすることが決められており、そのために朝鮮半島を開発したのであると、 自身が発見したとする古文書を根拠に、韓国中央日報で発表している。金によると、日本は1943年の国土計画中央計画素案で、経常府、日本の岡山、福岡の3カ所を大東亜県の首都移転候補地に決めたとしている。日本の国土地理院はこの中央計画素案は、地域格差の是正、国土防衛を兼ねて、 産業と人口の大都市集中を避ける配慮がなされていたと評価している。中央計画素案は、昭和18年の国土計画策定要項で進められたが、日米関係の悪化などの事情で計画はもっぱら、緊急不可欠の課題にのみ対応され、昭和17年代東は国土計画対抗素案、昭和20年戦時国土計画素案が立案されたが、閣議決定はなされず、 以降終戦まで国土計画は中止された。また当時の日本政府は朝鮮人が日本内地に密航して治安を悪化させている状況を打開するために朝鮮半島の開発に力を入れていたことが閣議決定文書で明らかにされている。突起がない場合は大韓民国が制作した作品。引用エラー、中という名前のグループのレフタグがありますが、 対応する、レフェレンススグループイコール中、タグが見つかりません。ありがとうございます。